始まりました。なんとサムネにもありました通りプロギタリスト5人でワウペダル5台直列でつないだらどういう音がするのか。おやったことない。中華マジガチだもん。ガチです。これからだもん。まだ何にもやってないです。今日このメンツでワウペダルを5台直列でつなぐなんてアホだね。いやーこれやっちゃっていいんですかね。やります。じゃあまず普通にじゃあ菊池さん一覧にちょっとつないで、はいはい、普通のワウペダルの音ちょっとさすがにやろうかなと思うんですけど、そうだ、ね、大丈夫。ワウの使い方の正しいのはこれだから。そうなんですね。そうそう勉強になります。1台でしたけども、うん、5台、ね、ちょっと、うん、ここにちょっと持ってきますね。はい、はい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 。いや、両足で踏めないからね。みんなやっぱ同時踏み。じゃあ、あの、はい、5台ですよね、さとりあえず5台に、じゃあ、まあ、5台につなげてみよう、はい、これ、意外と接近戦だね。みんなちょっと、おぉ5台全部踏むってことだね。5台全部踏む。5台全部踏む。今、5台通り。どういうこと。はい、セッティングできました。いや、やばいっすよ、これ。これもこうした方がいい。あ、そうなのかな。すげえ、できましたね。はい。じゃあ、今、菊池さんのやつだけオンになってる。はい。あ、まだなってない。なってない。あ、ちょっと、音痩せしてます。だいぶね。どうしましょう。1個ずつオンにする。とりあえず、1個ずつ。そうだね。なこじゃない。じゃあ、もうちょっと。なった。僕行きますよ。オッケー。行きます。うん。おやべえ。おおやべえ。やばいやばいやばい。やばい。じゃあどんな感じに踏めばいいですか。俺がカウントするわ。はい。じゃあ頭で踏んでください。はい。3、2、1、2、3。
というわけで結果は、いや結果とかないよ。どの音も使えない。2台とかでやらないと分かんないから、あのこれはね。あそうですね。2台でやってよ。2台で、2台で。とりあえず、とりあえず見よう。じゃあ、ポクリンじゃん。俺とモリモンちゃんでいきます。はい、平和の。座ってこうやってやらないと今日はあのお付き合いいただきもありがとうございます、はい、じゃあ最後にせっかくなので全員でもう一回やりましょう、はい、やってオンにしてください。全員同じ向き、はいはい、よっしゃー、はい、よっしゃー、はいはい、これやばいですね。2台でもやばいです。